で行くばい静岡のええとこキャンペーン。このコーナーは静岡県大型観光キャンペーン推進協議会の提供でお送りします。このコーナーでは福岡空港から富士ドリームエアラインズで80分、富士山静岡空港にひょいっと行けるグルメ、世界遺産、パワースポットと様々ないいところがある静岡県、そんな静岡のええとこをご紹介していくコーナーです。さあこのコーナー、毎週福岡静岡間の FDA の航空ペアチケットプレゼントしております。プレゼントの情報は番組の最後にありますので、最後までお聞き逃しなく。さあまず最初に私が実際に静岡に行ってきた取材レポートから聞いていただきます。東山に長い静岡県ですが、今回は富士山の近くに行ってみました、静岡県富士市にあります岳南電車です。この駅はですね、桃色クローバー Z の出演映画幕が上がるが撮影されるぐらい雰囲気のとてもいいところでですね、あの岳南鉄道線は、吉原駅を起点に10個の駅があって、どの駅からも富士山が楽しめるんですね。でまた工場の夜景も楽しめるということで、あの福岡で夜景って言えば皿倉山、100億ドルの夜景って言われたりもしますが、この岳南電車は日本で初めて日本夜景遺産に認定されたんです。電車自体が、鉄道本体がね、認定されたと。珍しい。お話は岳南電車の本田さんに伺いました。それでは感じてください、静岡のええとこ。あたりがすっかり暗くなってきました。岳南江之駅に来ています。こちらではですね、日本夜景遺産に認定されたというものがあるんですが、詳しいお話本田さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、日本夜景遺産って何ですか？あの実はですね、一般社団法人日本夜景コンベンションビューロー主催のその夜景遺産認定っていうのがありまして、でもこの夜景と電車、なんかいまいち結びつかないんですけど、ブルートレインって知ってます？ブルートレイン、寝台列車、はい、あれ夜中走ってますよね、はい、あれ寝台列車から見える夜の風景っていうのはこれ夜景なんですよ。だから電車も、普段の走ってる日中の電車も夜になれば、あの夜景というのはね、日没から日が出るまでが夜景なんです。その見える空間を夜景というエリアになるんですね。だから夜の夜景鑑賞ということで、電車から夜の風景を見てみようということで始めたのがきっかけ。特にこの岳南電車は昼間は雄大な富士山が車窓から見えます。夜になるとさらに逆に変わります。暗闇の中走ってる電車が、その中に家とか工場とか町とか港とかの明かりがありますので、じゃあいっそ電車の中を暗くしてみようと。今電車の中に乗ってるんですが、車両と車両の間に赤いカーテンが閉まりましたね。わー、電気消えました。真っ暗というわけではなくて、非常灯がついてるのでオレンジのね、優しい淡い光があるので、ちょっとロマンチックな感じ。岳南富士岡駅を越えました、もくもくと煙が出る煙突が見えたりして、またちょっと絵本の中にいるみたいですね。そうですね、ちょうど富士山の湧き水が湧き出ているエリアですので、もう明治の中頃から製紙の工場の町ということで、工場群が増えてきております。でこの工場の明かりありますよね、24時間操業です。この明かりというのは働く人を守っている明かりです。保安灯であります。だからそういう働く人を守る明かりということで、働く明かりで工場の明かりとして表現をさせていただいています。始発でもある終点の吉原駅でもある降り立ちました、はい、でこの吉原駅の夜景スポットをご案内したいと思います。公園に着きましたけど、鈴川港公園っていうんですけど、これ災害時避難タワーなんですね。結構登りますね。登りますよ。これ建物でいうと結構15メートルですから ね。はい、一番上。うわー、綺麗。ところどころに煙突からもくもく煙が出ていて、でもう一般のお家の光なので、優しい小さな光がたくさん見えるっていう感じですね。はい、
すごいなんか夜景のフルコースでしたね。はい、ねえ、はい、電車の中からその外のね小さな明かりを楽しむっていう意味の夜景、そして展望台からね夜景を見させていただいたんですけど、普段は展望台、そして津波の避難タワーとして建てられたということで、こう晴れた日にはですね肉眼でそう富士山を見ることができるんですよ。ほらこの時間帯の富士山もいいね。ね、暗い結構シルエットの富士山っていうのもかっこいいですよね。いいものを見せていただきましてありがとうございます、うん、さあそしてですね、吉原本町駅からすぐの吉原商店街にある静岡の新しいご当地グルメも食べてきました。つけナポリタン、聞いたことないでしょ。ないね。どんなものなのか聞いてください。コーヒーショップアドニスです。これ今中に入ってるんですけれどもね、こう昔ながらの喫茶店っていう感じで、ちょっとこうなんて言うんですかね、こう中はレンガだったり木だったりで、照明の感じもオレンジでね暖かい感じで、もう何時間でも いられるようなそういった喫茶店なんですけども、もうねお客さんも老若男女もういろんな幅広い世代の方がいらっしゃっていて、皆さんなんかお食事を楽しまれてますね。お、どうした、これがつけナポリタン。ほー、もうつけ麺ですから麺とスープと別々に来たんですが、まず麺、これちょっとこう黄身がかっていて、でかなり太麺ですね。でそれに静岡ならではの桜えびがちょっとトッピングされていて、あとレモン、うわこれもちょっとなんかとろみがあるような、もうすでに味付けがされているような感じですね。そしてスープですよ、この真っ赤なお色はトマト、そして中にはチーズで、これピンクなのは味玉、うわーすごいですね。でチンゲン菜に蒸し鶏、これねちょっとスープだけでも具だくさんというか結構ボリュームがある見た目ですよ。ちゃんぽん麺よりも太い感じですよ。いただきます。え、美味しい初めて食べる味です。この麺はもちもちで、このナポリタンといってもこのスープがですね、本当トマトの酸味と何でしょうね、なんかこう出汁が効いたような深い味で、うわーこれラーメンでもないしスパゲッティでもないし、なもう本当に中間の新しい味、もうまさにつけナポリタンですね。うん、うん、最高。ずるずると大きな音を立ててすごい知ってるね、しかし美味しい、めちゃくちゃ美味しかったですよ。蒸し鶏も分厚くてですね、味玉もこうドーンと乗ってて本当にボリュームもあって美味しいので、ぜひ食べてみてください。富士市内外に50店舗で展開しているんですね。お店によって味が違うので、これ食べ歩いても楽しいかもしれません。さあ美味しいものあり心温まる夜景ありっていう静岡なんですが、静岡といえば何といっても自然ですよね、うん、自然と夜景どっちも楽しめるところがあるんです。それがですね岩本山公園というところなんですが、うん、展望台からはですね西に富士川、南に駿河湾から伊豆半島、北に富士山を望む絶景ポイントで、夜は夜景これ有名で富士市街から清水港まで見られるということです。いいとこですね、はい、そして自然といえばですね、世界遺産構成資産にもなっています、うん、白糸の滝出ました。これ福岡にも同じ名前の滝がありますがね、うん、静岡県富士宮市にある国の名勝天然記念物です、うん、富士山の構成資産の一部として世界文化遺産に登録されています、うん、これ湾曲して大きな岩壁にですね、うん、日本最大の幅、うん、すっごい大きいらしいんですけれども、はい、前面から幾筋もの水がこう流れ落ちる美しい滝、これ有名よ、日本の滝100選にも選ばれているということです、はい、うん、いいですね、夜景を見たり自然を見たりして癒されてください、さあ続いては富士の国エンゼルパワースポット。こ
ここでは静岡県内のパワースポットをご紹介いたします。今回はですね、杉田小安神社っていうところなんですけど、杉田小安神社は子宝、安産、子育てなどの子供の成長に携わるご利益の神社です。神社の中にある木彫りの犬の像があるんですけれども、それを撫でればですね、子宝に恵まれると言われています。これすごい、あの木彫りなんですけど、すごいなんかリアルな本当だ、うん、ね、リアルやね、はい、そして安産で丈夫な子が授かるということで、拝殿にはですね、各地の子安公衆から絵馬が奉納されています、祈祷が叶うとお礼に奉公さんという手作りの人形を奉納するそうです。小杉さん、これすごいリアルでしょ。本当にお母さんの犬に子供たちがね、おっぱいを吸ってるところがそのまま描かれて、はい、これを撫でるということですね。さて、今週のプレゼントのご紹介です、はいはい、このコーナー毎週プレゼントご用意しております。毎週1名様に FDA 協力福岡静岡間の往復航空券ペアチケットが当たります。また今日のグルメでも紹介いたしましたつけナポリタン、こちらも2名様にプレゼントいたします。応募はメールとファックスで受け付けます。メールは pao-n@kbc.co.jp、ファックス番号は 092-722-4242 です。必ずキーワードと希望のプレゼント名、氏名、住所を書いて送ってください、ね。今日のキーワード、お杉さん何にいたしましょうか。夜景遺産です。夜景遺産、今日のキーワードは夜景遺産です、はい。そして先週の、プレゼント当選者発表いたしましょう、福岡空港、富士山、静岡空港ペア往復券を福岡県行橋市、ラジオネームプリンさんに、桜エビを北九州市戸畑区、ラジオネームブーフープーコさん、福岡市博多区、ラジオネームすみれの花さんにプレゼントいたします。おめでとうございます。静岡取材の様子はホームページでもお楽しみいただけます。今週のプレゼント商品も紹介していますので、ぜひご覧ください。来週もみんなで行くばい静岡のええとこキャンペーンをお楽しみに。